こんばんは、インストラクターのまひろです。今日も一日お疲れ様でした。夜のゆるゆるヨガを始めます。一日の終わりに行うヨガですので、頑張ろうとせずに、一日頑張ったご自身の体や心をいたわるような気持ちでゆったりと過ごしてみてください。まずは鼻から気持ちよく息を吸い込んだり、鼻から長く息を吐き出したりと呼吸を整えていきます。もし口から吐いた方がより力が緩められると感じる場合には、口から長く吐いていただいてもいいです。気持ちがいいと思える範囲内でゆっくりと呼吸をすることで、活動的だった日常からゆっくりとした時間へスイッチを切り替えることができます。自律神経の働きも、副交感神経が優位になっていき、疲労が取れ、睡眠の質が良くなっていきます。こうして呼吸を続けながら、腕もほぐしていきましょう。手のひらを前向きにして足の前に下ろします。一度息を吸って、吐きながら手のひらを床へ下ろそうとしていきます。もし全部つかない場合には、自然に止まったところまでで十分です。手首の付け根や腕の内側が気持ちがいいと感じるところでとどまります。もし手のひらが全部ついてまだ物足りなさがあると感じている場合には、さらに息を吐きながら背中を丸めて、重心を少し後ろへ移動させてみます。伸びすぎたと感じる場合には、もう少し姿勢を戻してください。一日使った腕の疲れを取っていきます。自然な呼吸でゆっくりと解放します。解放した手を膝の上に乗せます。さらにこの手のひらを膝のもう少し内側に添えておきます。軽くねじる動きをしましょう。息を吸って、吐きながら左の手で太ももを外側へ押し出すようにしながら、肩を右の膝へ近づけるようにして腕を伸ばします。さらに吸う息で、右後ろへと振り返るようなイメージ、上半身と下半身と上下に引き離すような動きで、腰回りの疲れを癒していきます。一日頑張った体をいたわるのが目的ですので、力ずくに頑張ろうとしなくていいです。気持ちがいいと感じられるところでとどまりながら、ゆったりと呼吸を繰り返します。吸いながら戻ります。吐きながら今度は右の手で膝を外へ押し出そうとしながら、肩を左の膝へと近づけ、吸いながら軽く後ろを振り返るように、胸を開きながらねじります。気持ちよく伸びている星の側面へ意識を向け、今日一日頑張った体をねぎらうように、伸びているところへ意識を向けながら呼吸を繰り返します。吸いながら戻ります。
と肩の力を緩めて、今度は足の裏を合わせます。足先を軽く手でくるみます。もし足先が冷えていたり硬くなっている場合には、手のひらの温かさを足先へ伝えるような気持ち。さらにこの状態でゆっくりと横に揺れてみます。もし呼吸に合わせられるようでしたら、吐き出す呼吸で横へ重心を移動させ、吸う息で戻って、吐きながら反対。またお尻や腰回りがほぐれていく感覚を味わいます。体の中心部が緩んでくることで、全身が緩んでいきます。首や肩の力も緩めて、横へ倒れていくときに頭も優しく横へ倒れ、首筋も優しく伸びていきます。一日中頑張っていた肩や首もゆったりと緩んできたら、動きを止めて、吐きながら背中を丸くしてお腹を覗き見ようとします。前に倒れるイメージではなく、後ろへ背中を丸めるイメージです。腰もペタンと緩めてしまってください。胸の真ん中を丸いボールがぐーっと優しく押してくるようなイメージで、肩の力を緩めます。背面は普段自分自身で見ることができないので、無意識の間に疲れやストレス、不安や不満などが溜まってくる場所でもあります。その場所をじわりと広げて、知らない間に溜まっている疲れもゆったりと流し出します。もし心地がいいと感じられるようでしたら、頭ももう少しだけ中に入れるようにしてみると、首の疲れもじわりとほどけていきます。吸いながら腰を起こして、背中を起こして、首を起こします。手を楽なところへ置いて、わーとまた肩を脱力します。足を前に伸ばして仰向けの姿勢になります。体の重さを全部その場所へ預けてしまいます。足を軽く揃えて、右の膝を立てます。この姿勢で息を吸って、吐きながらこの膝をパタンと横に倒してしまいます。何にも力はいりません。膝の重さによって足が床の方へと降りていきます。肩の力も左右へだらりと抜けていきます。広く安定した大地へ体を横たえ、ゆったりとした地球の曲線に身を委ねるようにしながら、体の前側、大きく空へと開放します。すべての力みから解放され、胸の奥に閉じ込めていた緊張でさえも広い空へ解放します。
自然な呼吸で膝を戻して足を伸ばします。今度は左の膝を倒し、左の膝を立てて息を吸います。吐きながらパタンと膝を横へ広げます。何にも頑張る必要のない状態で、ただただ心地よく呼吸をします。胸がゆったりと開き、その奥に閉じ込めていた感情も広い空へと解き放ちます。空っぽになっていく体の中へ愛を込めて呼吸を届けます。自然な呼吸で膝を立てます。今度は両方の膝を立ててください。ゆする動作をします。膝を左右にゴロンゴロンとゆすります。これも何にも力はいりません。膝の重さを使って自然に揺れているようなイメージ。緊張やストレスによってで硬くなっている体も、ゆする動作によって水のように柔らかく緩んでいきます。腰回りから背中、胴体全体がポワーンと緩んできたら、膝が上に来るところで動きを止めます。両方の手と足、だらんと天井へと伸ばし、ブラブラとゆすります。二の腕や太もももポヨンと揺れるような心地のいい振動を感じます。腕を下ろしたら足をバタバタします。かかとでお尻のあたりをマッサージして、座っているとき、立っているときのどちらも、姿勢を保つために頑張っていたお尻の筋肉もほぐします。動きを止めたら両足をパタンと投げ出します。優しくまぶたを閉じて、静かに体の中を見渡してみます。もしまだ力が入っていたり、硬さや冷たさを感じる場所があれば、優しくゆすって、その硬さを水のように柔らかく緩めていきます。パタッと動きを止めて、もう一度体の中を静かに見渡してみます。水のように柔らか力が緩んでリラックスしていることを味わいます。もし可能であれば、このままゆっくりと睡眠に入ってください。何かを考えることもやめてしまって、ただただ心地よく休むことで、良質なエネルギーが眠っている間にチャージされていきます。ゆっくりと休み、エネルギーがチャージされ、明日も素晴らしい一日が過ごせますように。ではこれで夜のゆるゆるヨガを終わりにします。ありがとうございました。